さあ今日は私の副業を紹介していくよ。うん、はい、これが私の副業セットでございます。中身は全然関係ない知らない人の結婚式のね、全然知らない関係ない人の結婚式の DVD が入っております。はい、今プレフォーを起動させたんですけど、そう、私の副業は結婚式の編集済みの完成品をチェックする仕事でございます。2時間10分あります。で、2時間10分もうスキップすることなく動画をきっちり見ていく必要があります。で、問題点をね探していくんですけど、その問題点っていうのが結構難しくて、例えば、まあ、代表的なところで言うと色温度、動画の色温度ですね。人間のこの肌色がちょっと黄みがかってたりとか、ちょっとだらけてる風に見えますけど、あとまあ全体的にちょっと青みが強いとか、あとはピンが合ってなくて、奥側の壁にピンが合ってて、手前の新郎新婦がぼやけてるとか、問題点がちょっとあると一旦止めて、メモ帳にね今これ書いてますけど、何分何秒を何々っていう風にどんどん書いていきます。あとは編集のミスね、なんて言えばいいんだろう、なんかね、ザザ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 みたいなとかね、編集点ちょっとミスってたりとか、書き出しをミスってたりとか、そういうのもねたまにあるんですよ。でそれが例えば 0.何コンマ何秒みたいなね、ちょっとのね一瞬ねパッとねおかしくなったりするので、そういう時に目線とかを落としてると見逃しちゃったりするんですよ。だからそういうのはね絶対見逃さないようにね、しっかりねこう前を見てね見てます、チェックしてます。あとは最近ちょっと多いんですけど、参列者でミニスカート履いてくる人とかいるんですよね。でそういう人がたまに足組んだりするとパンチラが見えたりするのよ。そういうのね、まあラッキーパンチラはちょっとチェックします。一生懸命ミニスカート履いてる人はちょっと目で追っちゃってますね、私は。そうで、あとは参列者のその何会話内容、あまりよろしくないその会話内容とかを拾っちゃったりとかもしてるんでたまにね、あんまり、ま、めったにないですよ、うん、そういうのを拾ってたらもう全カット、まあ、編集者にお知らせするような感じですかね。ちょっとした豆知識、カクテルドレスで人気なのはね、だいたい蜷川美香の原色のドレス。エンドロールはもうだいたいワンオク、ワンオクかけとけばもう間違いない、もうみんな泣いてる、ワンオクかかった瞬間に。うん、はい。でね、もう縁もゆかりもない人たちですよ。全く何にも知らない、この人の情報何にも知らないんですけど、もうね見てるとね感情移入しちゃうんですよ。特に両親への感謝の手紙とかもう読まれた日にはもうね泣いちゃうよねうん、いいこと言う子いるんだ中には。自分とね重ねて見ちゃうのね。うんうん、でもうねうるうるしながら見てる。いや、いいなと思ってね。でね、友達がね、それをね、聞いて泣いてたりするのがね、こう、パーンとね、抜かれたりするのよね。それ見てまた泣いちゃう。こう、気持ちがこう、熱くなっちゃう。いい仕事だなって。いや、結婚式、感動、勇気、希望、未来、羽ばたけ、みたいな。はい、終わりました。あとは、まあ、メールでピッと送って、終わりです。この DVD はもう個人情報なんで、これは送り返します。今回は2時間10分だったんですけど、まあ、1時間とかもあるんですよ。1時間のやつが来たらもうすっげーラッキーと思うんですけど、1枚あたりの単価なんですね、私の場合は。私これ1枚1200円でございます。うん、で物でないっていう時もあるんですけど、まあ、大体こう気になるところを書いて1枚1200円、時給で換算すると600円なんですよね。繁忙期とかになると本当に1週間でこれ3枚4枚来るんで、パニック障害で外に出れなかった時にやってた副業なので、まあ普通に働きに出た方が全然稼げるよっていうお話でした。まあこういう副業もあるよっていうことでございます。いかがでしたか？副業でちょこちょこお金貯めて美味しいもの食べに行くっていうのが私の唯一の贅沢でございます。
働かざる者食うべからず。